が欲しいな中日。大内博光、これこれこの人ね。間違えたの、大内福士君でもいい。頼む、来い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 。大内がエースで出ればすべて解決。来なさい。翔平、俺散財するよ。どうも、コモトです。はい。ついに来ました、ダラセレ。俺一人欲しい選手がいるんだよね。もう早速見てほしい。なるほど。日本語で OK。じゃあ、そんな感じでこれちょっとこっち見てほしい。この人、落合って人、知ってるこれ。これってどんな人か知ってる？すごいよ。あの落合福士君のお父さんの。すごくない？マジで欲しい、マジ欲しいの。3冠はもうグードでも出ないレジェンド。あっ、こんな並びでこれ、ついに中日がドベに。ちょっとこれで名実ともにあのドベゴンズですか、これ。おっ、スンスケ、懐かしい。えっ、ハンケチ。えっ、ちょっとこれがダルセルのやり方か。ちょっと、はい、ファーリードユー。この2回出しのあのダラはなんなんこれ。ワールドスター出てんのに。おー、ロペニー。おー、いいね。欲しいかも。おー、ロペニー欲しいな。横浜生え抜き外国人だからな。はい、バースのサイレン、サイレンね。なんか結構毎年バース出てる気がするんだよな。彼のサイレンで言われたボアはどうなりましたか。おー、スコット・鉄筋太郎のスコットの部分ね。太郎が腕相とゲームの風潮な、これな。普通に腕がったな。でもこれやっぱ結局落ち合いでしょ。落ち合い一本釣りします、任せてくれ。ほっ、ちょ、セカンド、おパワープライドのプロ野球のあのレジェンドでセカンドやってたのに。正直他もいらないくらい落ち合い欲しいです。というわけで今回の説はこちら。1万エナジー以内に落ち合い引くを検証します。1万エナジー、すなわち15万円のうちに落ち合いを出します。でそこで落ち合いが出たらもう全エナジー使わずとも終了で。あ、ごめん、まだ課金してなかったね、ごめん。はい、出血大サービスよ、俺見て、右上。これで当てます。いや、出血大サービスっていうか大出血。ただ流血ですわ。金がすり減ってる、本当に。誰か金を恵んでください。あ、いいか、オチ当てちゃう。もう次回のあの1万円じゃあまり持ち越しなんで、ちょっとじゃあ行きますか。早速当てろ、これ行きます。10連目から当てちゃおうかな。オーケー、何にもでね。終わりで始まりですね、これが。あ、今なんかちょっといじめましたね。ちょっと問題ある人ばっか出てこないでよ、ちょっと。ややこしいな。ちょっと、そういうセレクションかと思っちゃったわ。まあ。こんな結果ならそのセレクションでいいわ。トラブルメーカーセレクション。まずは清田ピックアップ確定な。坂本と藤波出るわ。あー、ちょ、うちからじゃあ渾身の選手タッツァミ出すわ。打撃指導であの選手の打撃にトラブル起こすからな。はい、これ20連目ですね。出番なくくじかれたけど、こっからよ。翔平、俺爆死したよ。これはひどい。ダルセレ確定はあの30連、60連、90連です。なので、ここで落ち合い出します。13分の1で出ますから。行くぜ。逆に考えると、もうそれ以降出ません。だってもうそもそも S ランク出ないの。今んとこ出てないし。確定が S ランク出ないってどうなのこれ、ちょっと。でもこれ、ここ大事だ、これ。ここ大事だ、本当に。G チーム中日なんで、これ、あの、早速、ここでバットに当たるか、まず当たんなかったけど、デラックス・サチコ・調子くんに変わると、G チーム確定。調子くん、デラックス・サチコに変われ。お前、変わらんかったな。まあ、でも最後に来たいよ。あ、デラックスも出ることある。まあ、でも地味にあの、落ちるの M も出してほしいから、極めにしたよ。うん。まあ、出なかったけどね。でも、これ落ちゃえ、誰だこれ、栗橋さん。初めまして。まあ、栗原なら知ってるけどな。あのゴリラ中のゴリラ、栗原だ。てか、しげるって言うんだね。城島と同じやん。まあ、いきますか。最初30連はなかったことにして、まあ、あの、まあ、高く飛ぶためにもう1回しゃがまないといけないから、うん、ここで神引きするために予備動作。まあ、予備動作長すぎだけど。これこんなに出ないんじゃない、スランク。え、結構俺スパーカーシャーいろいろ出たからさ、俺ちょっと期待しちゃったんだけど。それ考えるとこれ誰せれ隠れて絞られてる。そりゃ世間は許してくれませんよ。ちょっとね、世間は許してくれませんよ。誰が悪いんだこれ。なんか洗いが悪い。おっ、
悪くなかった、悪くなかったぞ、これ誰も悪くない、誰も悪くない、誰も悪くない、平和な世界でこうだ。山本、違うじゃない、間違えましたね、すいません、俺が欲しいのはエスラック、あ、これや、俺がよっしゃーてやなんでやねん、俺落ちちゃいが欲しいの、バフ強いんだろうけどさ、ちょっと違うんだよね、思い入れって大事だからさね、それならあの阪神ブラザルかもと思えるだろ、俺ブラザルとマートマジで好き、阪神の白人外国人は大体当たるだろ、あ、コロナンと、あ、メンチ次5回目行きましょう、さっきエース出たからもう期待だよ、行きますか、期待ビッグ、期待ビッグボス、うんこ、うん、紛れもないうんこです、ちゃんとしたうんこでうかいは出たからな、うん、まあ、うんこうんことも良質なうんこ、やっぱでも今日落ちゃいがもう外れたかもしれない、うん、ごめん、行くぞ60連目、ここはエース確定なんでちょっとこれ期待していこう、あとは祈るだけ、行きましょう、矢田の引退試合の藤川に祈ってた阪神ファンの心境、あれあれ撃たれてね、いっけー、オッケー、バットに当たるー、こいつマジでバットだね、エゴシぐらい当たらん、ほんとに、ちなみに僕あの阪神2番目に悲劇なんで、今年はあの甲子園1回見に行ってますね、巨人阪神戦、まあ負けたけどね、でもここで欲しいのは中日落合博満、これこれこの人ね、間違えたの落合福士君でもいい、頼む来い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 、落合がエースで出ればすべて解決、来なさい、ひどすぎない、え、栗橋さんしか出ないのこのガチャ、ダル、ちょっとこれ返品処理とかできんの、ダル確率壊れてるよこれ何が OB SP だよ、シゲルピックアップの略じゃねえか SP って、もう期待しない、ダメダメ、うん、期待しない方がいい、いいのが出る可能性ある、変に期待するとね、落胆しちゃうから、来年の中日と一緒、期待しなくて、あ、期待しなくてもねじゃあもう無理じゃん、童話が打てないじゃんなあ、え、ってやつ消えてる、本当にこれちょっとな、ここちょっと消えてますね、おー、来たー、来た来た来た、ありましたね、スパッツ乗ってきたんじゃない、ね、そしたらそろそろ落ちちゃい、うちに向かえる準備しますか、なガンプラと孫を用意して、来い落ちちゃい、ここでしたー、甲子園バージョンの最低なら、これは海援斎藤佑樹だ、まあさりげに茂れてたし、対戦ありがとうございました。次次次、カブなんて振り返っても意味ないから。あ、全然 OB だよ、ね、し。再生人数ばっか。じゃマックが不定。じゃいない人出すのやめてもらっていいですか。まださっきの方が良かったわ、エース出てる分。カブなんて振り返っても意味ないから。あ、ここダルセル確定ね。ラスト。ここで迎え入れます。いきますよ。ウェルカム、落合光弘、落合ヒロ3つ4つマンマンマングローブや。落合ヒロ3つ4つマングローブでーす、 GHB さん出ればもう落合が打てなんで行きましょう、あーダメ、あもうダメなんよこれじゃ、これ超えたらもう地獄の始まりなんだ、これここ超えたらもうエースランク確定がなくなります、でエースランク出たらダラセレ確定なんですけど、あのその中のあの13分の1なんで終わってるの、うん、そもそもエース出ないしさあ、おいでもここにか、オーケー、タナケンが違う、全然違うんだよ、ここで田中が。次の次エース出るから、でも。これ、ここだらせない。来い、ロペ兄さん。いいのよ、全然。嬉しい方なんだけどね。今じゃない、全然。でも、これで確定分は終わりです。ここから地獄です、皆さん。うん。いきますか、この地獄に肩引っ込んだ感じでさ。もうなんだこれ、おい、ちょ。何これ。やっぱエース出ないと意味ないのよ。なあ。出ないとまず始まんないの。わかる。これさ、一旦自チームに変えていい、ちょ、調子がないエースで落ちが出ること分かったりしちゃうから、それだけは嫌だ、兄ちゃんまでいきます、よし、行こうか、これですからね、あー、確かに確かに元気で、これ今自チーム出たらもうカンパブザルして確定なんだよ、ほぼ中日が最後の希望だったけど、だったからね、まあ、取らなかったし、エース転向確定しなかったわけなんですよ、なにこれ、おいおい、ね、中日も落ちやったもん、落ちやエースが出るの祈るだけなんですよ、落ちやったもん、今の中日最強になる、まあ、A で落ちやってくるの祈るだけなんですけど、まあ、これ最後ね、ここで出てくる、三好とかいるんだけどね、と思ったかね、ビッグボーイ大好きもいました、今じゃないんだよね、全然ね、うん、A も落ちやけない、周り見て、なん
だこれ。これ13分の1にしたおかげでもう余計出なくなってる説ある。だから賢いな。でもな、そう考えたら俺引く前はさ、選手いっぱいあるじゃん、やったー、そんな気持ちいいために全然アホでした。いいことなんもなかった。これよっしゃー、オッケー、これこれこれ、こういうの持ってた。マーチェ、皆さんもうお願いします。マーチェお願いします。本当にオーチェ、ヒロミさん、僕にユニコーンカードも用意しましたから。二次面相なかったけど頼みます。もう来た、オーケー。あーやば、ちょっと待って。よかったな俺が温厚な人間でな。俺が中島くらい気性悪かったら何するか分からんねん。おっつけるためにライマル用意しとけよ。ライマルの謝罪で全て解決するんだから。ちょっともうマジ終わってんな。本当にオーチェ出ない。おサイスリードか、どうち今年サイスリードの A で好きですね、これ。皆さん知ってます、サイスリードだけ打線組みますね、僕。では S でとても嬉しいですよ。殺しますよ。これはもう勝ったでしょ。こっから S なりやまん。マジでいける。まあ、その名刺がちゃんとさ、これにしもうダルビッシャって、そう、サリミッシャー確率みたいな。もうこれこの話をしてるから S がどこ行ったの。本当に2022年12月28日、今日で僕にもう見たらそれ S 確定じゃない。バックヤット本当に、まじ、これ A さん終わったよ。本当に俺そっから来るよ。そっから来るよ。マジで、これ逆ミクション。まじで、これ逆ミクション。違う、マジで皆さん、この色はどうなってたの。気が強いね。急にスプレーパーンが出てないものが S 出ると。これ誰が悪いんだ、これ本当に。俺このガチャ引いてるだけのやつだろ。ちょっと、やつれる感じの安かったで。なあ、最近まあ、紙ひっかかしてるイメージだろ。その天罰が下ったのかもしれん。でも今年最後のガチャよ。来年に繋がるガチャなんですね。ここで出花食うちからだろ、来年も終わっちまうから。ゴマ行やらないかんからさ、ジャキはないやろ、ゴマ行でやきはろう。毎年あの人ゴマ行やってたのに閉鎖遠いけどな。ジャキやきはるってな。おらー来たぞ、おらー、こりゃ来た。みんなもだね、俺立つわ、さすがに立つわ。こっちに来ました。おいしょ、行けーバース抑える。やかましいっぽい。もう終わってろ、俺と立ち返してくれよ。これは切れた。これ一番エナジー全勝飛行です。みんな欲しいの当たった。これコメントで教えてくれ。全然当たんねえよ。俺この後なっちまったよ。 S コバだよ。辛すぎて辛いな。そんなに S も出てないのな。出るやつみんな被ってる。ひどすぎるよこれ本当に。ただまた S は出ましたよ。こっから全部 S しか出ません。とりあえずこれ緊張して、まあ、俺急に出てきたら何よりも急に出てきたら、こういう場合はね、 A も倒れた。 A も落ちてきた。あー、しげるんだよ。もうしげるんだよ。まずはパンキングも B に呼びたい。お前ちっちゃい山田さんだよ。これあれと一緒。え、A を呼びたい。 B の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 一回さ、あのロッテのさ、まだ集合写真デスコーヒーバシロアナスタルメ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 これ多分あの分割で飛ばしてるからみんな一瞬でこの動画どんどん進んでると思うけどさ、俺からしたら A なんだろ。僕が言いたいのは A キリ S が出ないかんだと。おらーようやくマジ久しぶりきゃ。お前本当に頼むぞ。マジでこれここで出ないかマジで何の意味もないから、もう立って。俺ここ飛ばしたらしばらく S 出ないから。またこれ本当に頼む。マジで頼む。本当に誰ももう俺の邪魔するだ。もう俺止まらないから、本当に止まらないからよ。何があっても尽くすな。蹴散らして俺は先に行くぞ。これが落ちを当てる男の覚悟だ。自治名っす。何もいらない。マジ当てっから。あ、 iPad も終わりに近づいてるわ。あ、これガチ終わってるわ。あ、信じらんねえ。俺が見てるとこれ夢か。こんな救済も何もないか。いまだに俺信じられない。皆さん、あの最悪って言葉を使わないでください。最悪ってのは最も悪いって書いてますから。あ、本当終わってるよね。ちょっとやっぱ俺のこの動画見てさ、自分の方が最悪だって思える人だけそう言ってくださいね。久しぶりに S が出と思ったらこれだぞ。シンプルに切れそう。まあ、もう切るのも疲れた。もうダメだこれ。10万使ったところだぜ。もう俺に感情はない。もう自治のやつが出るかどうかなんて気にしてないもん。うわ来た。しばらく出てなかったからそれのお返しが来た。やっぱ神様っているんだね。嬉しすぎる。
売れすぎるとしたらもう売れすぎてもう立てなかったね。おマジで俺みんな泣きそうだ。ちょっと久しぶりにこんな爆笑してからおいしょうがない。それ当たった。 Twitter 芸人ここに来て日山のジジムの罰が来たわ。あ、これサイドユーとかダルとか出るのそれのせいだろ。ジジムなんて迷信だけどな、俺も頭おかしくなってるからそれのせいな気がしてきた。ダルセルならダルだって嬉しくねえよ。中日戻せばこの理論でさすがに落ちてるはず。もう何年目か分かりませんが、7000円の時消えたんで10万円回してる中です。もう湯田ちゃん本当すげえ10万円こっちからさ、そんなに俺ら10万円回してるさ、5年目の時とかもね、俺ファンだとしたらこんなに爆死してる。それからこれが成功の話さ、10万やっぱ1個確定する声だけさ、1個だってもしれないやる人もそうだね。だってガッサン同じテレビからねどうしよう。中継はトップトップビッグコーチもう引いて、まあ本当に結局トップ11分の動画も待てない。本当にちょっと行こうか。ちょっとええって、しかもまだ星取るらしいやん中日。もうゲロ吐きそうだ。中日がまだ星取るっていうの話ともう爆死でゲロ吐きそうだ。もう余裕で出ちゃう、全部出ちゃう。もうおらきたきたきた、よしよし、これお前が食べ込んだもん全部吐き出せ。ここで押し込め押し込め。GT も来てくれたらしいし、マジ俺あ泣きても全然いい。逆にもう普通にソフトも出るから、うん、ここでサクッと落ちた気持ち当てる。うん、それしかない。本当にマジで頼む、マジで頼む、本当にお願いします。ここで出なきゃマジ終わり。ここから走ったらもう2000エナジーもう全部爆死な気がする。もう絶対出ない、大丈夫。ちょっと待って、ドア席の俺ちょっとなんで、ちょ確かにかぶりでもない選手だけど、なんで君は、そうか、君はそういうやつなんだね。なんか久しぶりにエース当たってもあれなら意味ないもん。ああ、そういえばさ、あれ、そう。これミキサーとかあるんですけど、これ見て。こんなもん使いませんよ。これ使えばダルセル選手5人入れて、欲しい選手1人1本釣りできんだけど、そんなもんでもらっても意味ない。男なら自力で当てる。これ使わないやつはもうチンコ取った方がいい。うん。そんな男の魂の残り100で、見ていてくれ。ワンチャン抜けるかもしれんじゃん。もうおっさんだよ、抜けねえよ。抜けるのは栗山だけだよ。最後のやつら出たのいつだったっけな。懐かしいな。確かあれトニー・ブランカクライマックスでバーネットから満塁ホームラン打った時ぐらいだった。あ、これ最後の辺がさ、皆さんご視聴ありがとうございました。おーしゃ、ついに出た、見てた。ちょっとこれで全て許される。ここのオーラスで引くのがやっぱり実況者、これが実況者たるゆえ。ちゃんと引くとき引くんじゃん。もう誰もおる止めらんねん。1万円の実全勝利、爆裂的な最後のジュールで S なんかって、ここで自治が出なくても OK、うん、このシチュエーションこれどう考えてもおーちゃんにしてくれるでしょ。できすぎてるストーリーだ。おい、来たごめんなさい、マジ何がダルビッシュセレクションだよ。セギノルコレクションじゃないか。なんだこの最初と最後ぬかるべさせやがって。今回引いたのみんな見てこれ。これマジでびっくりするよ。エースランク今回出たのこの枚数です。そしてこのメンツです。これに1万エナジーですか。返して俺のエナジー。失ったものばかり数えるの。ないものはない。失ったものがでかすぎるって。もうお年玉とかもらえないねえのにどうすんだこれな。イベントボーナスもやばいと思うんだよね。はい、プラス 700% やっば。はい、最強。
これミキサーとかあるんですけど、これ見て、こんなもん使いませんよ。これ使えばダルセル選手5人入れて欲しい選手1人1本釣りできるんだけど、そんなもんでもらっても意味ない。男なら自力で当たる。これ使わないやつはもうチンコ取った方がいいや。ああ、これ落ちない、え、出てたっけ。出てなかったら極みやばいよね。結構絶望感あるよ。なんか気のせいの時に出てたかもしれんね。結果発表、落合のエースら出てないのが芸術点高いわ。以上、コメントでした。チャンネル登録お願いします。ツイッターフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。ツイッターで結果が参加募集するので、ぜひツイッターフォローしてくださいね。